1921年、ロンドンにて、エンリコ・チェケッティは、イタリアのバレエダンサー、教育者、ダンサーの両親のもと、ローマの劇場の楽屋で生まれる。両親はダンサーになることを望まなかったが、踊ることを忘れられず、13歳で、フィレンツェのバレエスクールに入学し、イタリア派の技巧を叩き込まれた。バレエダンサーとしては16歳でデビュー、1885年に、 スカラザでプリモバレリーノに昇進。1887年にサンクトペテルブルクバレエ団と契約し、1890年にはフクメートルドバレエに就任する。その3年後には付属バレエ学校で教えるようになる。1902年にワルシャワのバレエ学校に転任するが、1906年にレニングラードに戻り、学校を開く。1910年にセルゲーディアギレフに協力し、 バレエリュスに参加。ダンサーからツアー中もチェケッティのお稽古を毎日受けたいという強い要望があり、チェケッティもバレエマスター及びキャラクターアーティストとしてツアーに同行するようになる。ダンサーに基本的なバレエの訓練を施す一方、火の鳥の魔王カスチェイ、ペトルーシュカの魔術師などを演じる。1918年にロンドンで教室を開く。1923年に イタリアへ帰国し、1925年から、スカラザ、バレエ学校の校長に就任した。1928年、レッスン中に体調を崩し、帰宅後死去した。チェケッティは20世紀を代表する多くのバレエダンサーに、教えている。特に有名な人物は、アンナ・パブロワ、バーツ・ラフ・ニジンスキー、タマー・ラ・カルサビナ、レオ・ニード・マシーン、セルジュリファール、ニネット・ド・バロア、 マリーランベール、アリシア・マルコバなど、特に、パブロワの信任は厚く、レニングラードのプリマバレリーナ時代、専属講師として、私費で迎え入れるほどだった。エンリコ・チェケッティは、1820年に、世界初のバレエ理論書を出版したカルロブラシスの孫、デシ、ブラシスの理論を動きとつないだのが、チェケッティだと言われている。バレエリュースのバレエマスターを務めたチェケッティは、 プロフェッショナルダンサーが様々なバレエ作品に対応できるよう作品に含まれる高度なステップの数々を精緻に分析理論的かつ解剖学的原理に基づき新しい教授法を考案した約40のアダージュとアレグロのエクササイズを曜日別に分け1週間で全てのステップとレパートリーを網羅できるようにカリキュラムを組んだメソッドの目標やメリットとして 以下などが挙げられる、など。チェケッティの教授法は、ロシアや英国のバレエ教育に大きく寄与し、弟子の一人、デームニネット・ドバロアが設立した、英国ロイヤルバレエ、およびロイヤルバレエスクールの教育ベースを一部、形成する。アグリッピなワガノワは、チェケッティの教えに見せられ、彼の教授法の一部を取り入れた、ワガノワメソッドを考案。同じく、チェケッティの教え語であったタマーラカルサビナは後に、 ラジアンメソッド共同考案者の一人となる。またチェケッティメソッドはクラシックバレエとコンテンポラリーダンスをつないだとも言われている。1924年に英国チェケッティ協会が英国政府認証のダンス教育組織英国エスティドと合併し、チェケッティメソッドは英国エスティドの教育科目に取り入れられた。プロフェッショナルダンサーを対象とした。 最高峰のエンディコチェケッティディプロマイ至るまでの過程で身体能力と年齢などに合わせた約20のレベルに合理的に体系化され時代の変化に応じて改定及び新しいエクササイズも加わっている現在チェケッティメソッドはヨーロッパの国々をはじめとし海を渡ったアメリカカカナダオーストラリア南アフリカなど多くのバレエ学校で受け継がれている2004年には 各国のチェケッティ教会や世界をつなぐため、チェケッティインターナショナルが設立され、世界中でバレエを学ぶ生徒や教師を対象とした試験が行われている。ありがとうございます。